はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、テクニカルバトル青の試練、こちらが極上ですね、攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではアビリティを見ていきましょう。まずはリーダー、そしてアタッカーの高太郎、魂決死、代償ですね、そしてハイコンをつけてます。禁止セットにハイコンですね、そしてシゲチですね、先導特殊の方のスキルゲージ回復、何も死ぬことはねをつけてます。次にロハンですね、取り込む経験、魂への質問、吹き飛ばすをつけてます。スタンバイにはセロハンですね、カウントアップ喧嘩愛をつけてます。まあ単純に入れてるだけっていう感じですね。そしてフレンドにはムダリオを迎えてます。では参ります。ほぼほぼね、コウタロウの CS ゲーなのであまり攻略動画としては参考にならないと思うので、備忘録としてご覧になってください。なかなか言葉が出ませんでした、失礼いたしました。ハイコンがすごいですね。さあ続いてはゲージも回復したので、ここではもうやはりCS で終わりです。そしてここで活躍してくれるのがシゲチ、シゲチの CS でマニッシュを葬ります。変わってくれましたね、MW 君が、ありがとう。そして、まあ、ロハンで飛ばしながら結局吹き飛ばしてなかったですね。ただ突っ込んでいっただけっていう感じになりました。さあここはもう何も考えずに高太郎 CS で終わらしましょう。さあ3ラウンドですね、ここはアイテムばらまきが面倒ですね。アイテムばらまきが面倒なので、無駄量で処理をしておきます。ターンスキップしましたね。そして高太郎で連打連打、はい、次に続いて増援ですね。ここもねアイテムばらまかれるので、アイテムを処理しておきます。さあ今度も高太郎の CS で勝利をして終わりです。はい、そして最終ラウンドですね。最終ラウンドも何も考えずに
高太郎 CS です。そしてね、ここでも高太郎の CS です。なぜならば光一くんが死亡した時にスキルゲージを一つ分、ね、減らしてくるので温存する必要性が全くないということですね。そして最後にやってきましたケニー G と一緒に降ってきたムダリオ。ここで魂への質問が役に立ったんですね。露伴でしっかりゲージを回収しつつ、ここで CS を打って終わりです。はい、無事にクリアすることができました。ちょっとね下りましたけども、無事にクリアすることができました。最後まで動画をねご覧にいただいて誠にありがとうございます。またね別の動画でお会いいたしましょう。ではラストボタン。